皆さんこんにちは、ネコニラでございます。前回ね、前回これバラックさんが出ましたよね。でそのまま続けて蹴ったんですよ。続けて蹴ったんですが、1クレ目が終わった後にパック切れになったんです。ここパック頭、お堅いカードはあるのかないのかという話でございます。1クレ目から開けますよ。大島、川崎はね、まあ、鹿島に負けてしまったので決勝には行けませんでしたけど、もうこの動画が公開されている頃はきっと鹿島と浦和の1回戦も終わっていてですね、2回戦じゃないや、セカンドレグも下手したら終わってるかもしれない。3クレ目、武藤、おー、これどっち武藤、おお、これはフィニッシュムーブだから、これラインブレイクですよね。これこれこれがいいんですよ、このラインブレイク。武藤先生が非常に使ってますよ、東京でね。東京縛りのチーム紹介もあげますから。え、来たか、ドン、おおおお、はい、トレゼゲ先生。まあ、トレゼゲ先生はですね、1-2、0-1、0-2のトップスコアラーと MVP なんですよ。で、高いでしょ、両方とも。だから、これは本当、待望の、しかもフランスユニフォームっていうね、まあ、使い比べたことがないので、ちょっと言えませんけど、使用感とは。ムロヤ、あれ、東京色が強い。強いじゃない。これが5クレ目、6クレ目ですね。ダニエル・アーベス。2連続 ATLE ですか。なんか最近いいですよね。最近非常にいい。LE 率がいい。この流れでさ、エウベルとかさ、アズリバッチョとかさ、それ言い過ぎか。それは言い過ぎか。フラミニ。はい、これもね、まあ、どのフラミニがいいかって言われると、これもねちょっと期待されましたけど、あんまりっていう話は聞きます。9クレ目、ナチョはでも、ね、やっぱ 14-15OE のスーパーサブ持ちがいいのかな。どうなんですかね。ラスト10クレ目、ゴンドグービー、はい、素晴らしい数値。素晴らしい数値やな。ということで、トレゼゲさんでした。いいですよね、非常に。また次回ご期待ください。さよなら。